づかなかったわ。今日も一日頑張りますか。ちゃんとついていきますから。途中で買い物もしましょう。待ってください。頑張りすぎないでね。そっちが力入りすぎじゃないですか。予定が少し前倒しで終わったので CD ショップを覗いてみようと思いまして。いいえ、そうじゃなくてリサーチです。自分の CD がどう売られているのか気になりまして。それと私、事務所では会計もやらせてもらってるじゃないですか。いやが王にもプロモーションにいくらかけた結果、数字がどう動くかが目に入っちゃうわけですよ。宣伝費をかけなくても名前一つで数字を叩き出せる、コストパフォーマンスに優れたアイドルになりたいな。はい、もちろん信頼してますよ。ポジティブ思考でなきゃアイドルは務まりませんし。行きましょう。CD ショップに立ち寄るお客さんの視点に立つことで見えてくる何かがきっとあるはずです。
デューサー。やっほー、お兄ちゃん元気？私も行ってきますね。元気にやってきます。楽しんできてよね。いってらっしゃい。そっちが力入りすぎじゃないですか。珍しいところでお会いしますね。事務所宛てにこのスポーツジムから豪華特典付き入会キャンペーンの案内が来たんです。今なら入会金は無料、さらに入会人数が多ければ多いほど月会費も格安になるという内容で、それでじゃあ設備は果たしてどんな感じなのかと見に来たというわけですよ。別にこれといって普通のスポーツジムだなという以上の感想は抱けませんでしたね。自己管理がきちんとできるならお金を出してこういう施設を使うまでもないですしね。
アイドルたるもの自己管理がしっかりできなければ務まりませんし、案内のチラシ持参の私に栄養満点サプリをくれるそうなので、ちゃっかりされはもらってから戻りますね。お花屋さんで一目惚れしてしまいまして、サボテンってなんだか憧れちゃうんです。どっしりと構えてて見てて安心します。それに触れるとトゲがある女の人ってなんとなく色っぽいと思いませんか？なのにそんなかっこいい女の人が小さくてかわいい花を咲かせちゃうんですよ。え、私がどっしり？プロデューサーさん、そのどっしりっていうのは、まさか私の体型のことじゃないですよね？本当ですか？やっぱりプロデューサーさん、私のお腹のことを太ってるって。本当ですか？ならいいです。許してあげます。今日も一日頑張りますか。精一杯頑張ります。あ、遅れちゃうかも。成功をお祈りしています。